はい、どうもこんにちは、ロクゼルオレです。今回はこちら、コロ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 、はい、ガチャガチャをこちら回してきました。1回200円なんですけども、何のガチャかというと、中見えないように、ちょうど紫でモザイクはい、今回はこちらですね、タクティカルショットガン編のですね、こちら銃、ちっちゃい銃の、タカラトミーアーツさんから出してるガチャです。1回200円で、一番やらないのはリボルバータイプのこちらのスコープ付きのやつだね。なんか気に食わないで、この中でいったらこれか、これかな、うん、まあこれは同じくらいだね。で、一番この中でいいとしたら、まあこいつだね、こいつか、うん、この中だったら一番いい。でもね、リボルバータイプはね、まあまあって感じだな。じゃちょっと開けます。スコープクレナ、なんだこれ、あ、リボルバーだ。スコープ、スコープじゃないよね、ん、おお、スコープじゃない、よかった、スコープじゃなくてよかった。じゃあちょっと開けます。これなんだろう、AX の1030だね。これし、鉄砲そんな詳しくないんではい、こう、弾だね。これに、中にこれ入れるんだね、多分。うん、ちょっと組み立てましょうか。これって、おお、すごい。これはあれだね、スイングアウトっていうらしいです。これパコって外れるはず、ん、ちょっと壊したら嫌だから、ちょ最初やろう。このバレルってやつを、ここにガッチャンコで、スコープついてないから、ここにハンマーがあって、ハンマー、おおー、ハンマー動いた、おお、すごい。これで、グリップで挟み込み式だね、ガンプラみたいなおお、しかも思った以上にでかい。これもうちょっとこんぐらいなのかなって思ってたけど、子供の、僕所用だけど、ちょっと余っちゃうけど、まあフィットするはするな。まあでも一番指先でチチってやってなんか押せるみたいな感じかなって思ってたけど、意外にこのトリガーに指が入りやすいね。おお、いいな。で、これはエアガンでもガスガンでもないやつかな、うん、多分。で、ここにシリンダーがちゃんと回る。これすごい本格的だ。これ面白いね。まず1ってないの、1ないな、あ、そういうこと。これってどう開けるんだろう、このままガシャンって開くのかな。まあまあ、あ、そう慌てずに、ちょっとこれ開けましょうか。はい、開けるとこんな感じだね。よいしょ。もうこれランナーに、中の、なんて言うんだろう、これわかんないけど、これをここに入れるんだ。おお、これ入れるとなんか起こるの、入れると入れないで違うのかな、ちょっとわかんないけど。これって、ではね、こっちのちょっと出っ張ってる方から先で入れるみたいな。あ、これ間違えてるじゃん。間違えてる時もレゴルは考えます。この細いやつをこっちから入れちゃえばいいんだ。はい、全部終わりました。
入れ終わりました。そしたらですね、まずはこれを前どうだ、あ、これか、こうだね。あ、これでロックが解除されて開くって感じかな。あ、むむ、これをどうするの。はい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 、これを押しながらこれをこっちに引くと、そうすると開きます。こんな感じ。つい前回まで開くの、写真だと開いてるんだよね。前回まで開けれないよ、れないよ。よいしょ。じゃちょっとセットしちゃいますか。もうはい、ごめんなさい。これをこうして、これでこう前回まで開くんだ。ほー、あ、取れるよ、取れるよ。そしたらこっちが何も埋まってないね。あ、何も埋まってないけど埋まってます。でこっちがなんか縦に線入ってるよね。でこれがこの向きで入ると、どんどんこれを見て、ここのシリンダーだねに入れていきます。で僕そんなに拳銃に詳しくないんで、分かる方いろいろお願いします。あと間違ってますよってこと。そしたら入れましたらこれを上げます。ガッチャン、お、入った入った入った。それでもう撃てる？マジですか？じゃあちょっと撃ってみますか。よし、とこれに向かって撃ちますね。結構威力あるかもしれないな。うん？うん、ちょっと待ってよ。あれ？あ、出た出た出た。あ、中のだけ出てくるよ。お、終わった？終わったっぽいね。はい、こんな感じだね。そしたらこうしてこうで出すと、そうすると中全部空っぽになってます。でこれをここから出すと、おー、リアルー。はい、でね、威力そんなになかったけどね、再現200円でこの完成度、僕すごいなって思いました。で誰かに向けてやったりしちゃダメですよ、怪我の原因になるんで。でちゃんと15歳未満はね、保護者の下でお使ってください。僕も保護者とおります。はい、まあこんな感じだね。で最後にデザイン、最後にデザインってなんか変だね。でグリップのところは、あ、編み編みで、あ、ちょっとここ塗装剥がれてんな、まあしゃあないね。こことここね、ネジ、こっちネジかなみたいな、金メッキ、メッキではない、ここに名前書いてあります、この拳銃のね。はい、もうこれね、意外にね、200円の割にはすごい完成度が高くて、ちゃんと弾も出るし、すごいなって思いました。今度はね、もう一回やって、こちらのね、この大きいタイプ、うわ、わーわー、弾が取りやすいんで気をつけてね。それじゃあこちら、今度また回して当てて紹介しますね、当ててね。それじゃあバイバイ、皆さんもぜひこれ買ってみてね。それじゃあじゃんけんします。最初はグー、じゃんけんぽい、グーでした。また見てね。これほんといいよ。